速王決定戦の開幕だ。はい、というわけで今週から始まりました。俺と JEGT アランクドライバーにボコボコにされる。そうだね、くそー、こんなんでいいのかよ。馬鹿らしいよ。終わり終わり。いや無理か、わかんないだろう。そうですね、前へ出たいですね。やっちゃうよ。というかそろそろ視聴者さんが置いてけぼりぼりなので真面目に説明させていただきます。今回は6次対応3の方での参加型マルチにて、アップデで追加されたインプ限定のレースがあったのでお邪魔してみたところ、頭のおかしい人たちの集団認定ドライバー学校にも2回も集まってしまったのでボコボコにされようの回です。楽しいな。あ、ちなみに認定ドライバーはご存知の通りセックス次第用です。アンをつけろよデコスケア。愛知の愛知とともに今スタートいたしました。数十匹の集団がをひるむことなく中へ入っていきます。まずは第一コーナーの進入。頑張れブレイキング。ちょっと待て、まだまだ上を狙える力を持っているはずです。そうですね、慌てず騒がず落ち着いて風速はされましたが順位はキープできそうなのでまだ頑張りましょう。そうそう、レースの序盤なんて追突ありきだし、コース幅も狭いからしょうがない。さあ、まだ、は今回許したら2回も追突されましたが落ち着いていきましょう。2回も追突されましたけどね、2回落ち着いて。それはそうと、前を走っているのはブルタミンさん、そして後ろを走っているのは片押しですが、つまりですよ、認定ドライバーにサンドイッチされてる状況です。嫌だね。スリップストリームも欲しいところなので、ここは頑張って1位のブルタミンさんに一生懸命ついていきましょう。今回全員フルノーマルのインプ風なので生ハンドル仕掛けは通用しない。後ろにべったり張り付いて相手がミスをするまで待つか、第1コーナーや最終コーナーで縁を尽くしかなさそうです。ここは難しい技も要求されますが確実に超えていきたい。あとみんなインプにそこまで乗っていないので挙動を確かめるためにいろんな動きをしています。ちなみに僕は完璧に挙動を理解しているわけないんだよな。さあ2周目です。とっととブルタミンさん、ダメー、はじっ、ああ、超えっか、楽しそうだね。なんか後ろがすっごいカオスなことになってますが、まあそれはそれで後続を気にしなくてよくなるので、こっちとしてはかなりありがたい状況とも言えるです、ね、肝心なところでおっとやられてしまいました。ここまでアンダーになるとは、まあ 4WD の宿命といえば宿命。低速コーナーで突っ込みすぎるとよくない。最初の進入でしっかりビシッと向きを決めないと立ち上がりでずるずる外側に膨らんでしまう。今のちょっとしたミスでまた前との差が広がってしまった。そりゃ相手は認定ドライバーだぜ。つくづく荷重移動うまいやつだ。とんでもねえ食わせもんだぞ。3周目に突入しました。うん、やっぱりちょっとブルタミンさんに突き放されてる。あっ、突っ込みすぎだろ。そんなんじゃ曲がれねえ。一枚不利にしたのは先般だ。何なんだこの加速は。は、はい、ミスったのにもかかわらず加速してる。は、そうか、 GT の使用上 4WD はグイッと向きを変えた方が早い場合もある。またケツを滑らせている。でもクイッと向きを変えているからこっちより立ち上がりのスピードが速いってことか。いやでもプラクティスしてた時は普通に走った方がタイム出てたよな。いやどうなんだ、実はこっちのがタイム出るんか。分かんねえな。考えれば考えるほどわからなくなるゲーム、それがグランツーリスモである。やっぱり感覚でやるのが一番早っ。こいつそれだけ早けれ文句はねえ。負けないぜ。立ち上がって引っ張ってバックストレート。ちょっとギアのタイミングをミスったかもしれない。やばい、後ろも結構近づいてきている気がするんだよな。多分この距離ならスリップ圏内だろうし、これはもしかしてカメラで見てみましょう。不思議な行動を始めました。盛んに尻を動かしています。あ、これ後ろにいるのが片押しだと思ったので、せっかくだから煽ってやろうと思ったのですが、実は後ろにいたのオフライダー氏だったんだよね。ごめん。てな感じで4周目に入ってまいりました。いずれもトップはブルタミンさん。派手なドリフトでグリップ向きを変えるスタイル、対するこちらは3速ホールドでっちりグリップ走行。しかしこれ立ち上がりのスピードはどうか。うん、互角。離れるわけでもなくくっつけるわけでもない。そう、これじゃラキが開かないじゃないか。ならばこっちも一か八かサイドターンだ。あ、これいいな。インジュリーか。今度は成功で締めてきました。おいー、強くてまーなるほど。コーナー旋回中にほんの一瞬サイドを突くことによって低速でのアンダーステアが軽減されて早く立ち上がれる。でもその反面ミスった時のロスは大きい。だけどもう一丁よーしゃーよー、こうやって使うんだよ。
ほら見とけ見とけよ。行くぞ。しかしこれ立ち上がりのスピードがどうか。いいぞ。どんどん近づけ。立ち上がりで一歩リード。相手のスリップ圏内に入ることができました。この調子でぴったりと後ろについていきましょう。6周目に入りました。後半に差し掛かっています。グルタミンさんとの距離はやっぱりつかず離れずといったところ。やっぱり運勢ドライバーなだけあって早いぜ。こっちはついていくだけで手いっぱいだ。クソ、誰がグーの音も出ないぜ。かといって熱くなりすぎてミスったら全てが終わっちまう。慌てずサーガード落ち着いて、相手がミスするまでべったりとくっついてやるからな。さあダンロップコーナーを抜け、一応コース内にとどまれましたが、次の切り替え、突っ込みすぎだろ。そんなんじゃ曲がれねえ。何、完成ドリフト。カメラで見てみましょう。おいおい、いいのか。相手がミスしたことによりペナルティが発生。7周目のストレートでこっちにチャンスが巡ってきました。もらったな。逃がさんぜ。アドレナリン全開の最大ブーストでぶっちぎってやら。前へ出たいですね。出たいですね、これ。そうですね。外に振った。サイドバイサイド、アネバルブレーキ。熱いぜ、熱いぜ、これは戦い。安全なところなんでいいんだぜ。グラ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 。しかしこれ立ち上がりのスピードはどうか。まだ並んでいる。しかしこちらの方が第1コーナーで射抜かれるので有利な位置取り。打ち抜く、頑張れブレーキング。どうだ、これで前に出られそうだ。出られますね。よし、よっしゃー、ほらほら。よし、これで前に出ることができました。しかし相手は対人でコンピューターとはわけが違うぜ。絶対に何か仕掛けてくる。それがひしひしと伝わってくるぜ。食いつかれたって抜かすなき。何、強引にインに来た。軽い接触でプッシュアンダーが出てしまう。ふなし、ダンロップコーナーで横に並ぶも、ここはさすがに前をシュする。目いっぱいヤバいモードに突っ込んでいくぜ。ピンを守らないといけないため、次の第2ヘアピンは苦しいライン取りになってしまう。だけどもここまで来たら守るぜ。頑張れブレーキング。あー、ゴミかせしかしこれ立ち上がりのスピードがどうか。サイドバイサイド。おー、いいね、分かりやすいね。おい、こういうプレーやれてんだよ。本当に面白くなるのはここからだぜ。アデリーゴヤ、死ぬ気で捕まれ。おー、おーしゃー、どこだ。さあどうだ。まだ並んでいる。こっちが若干リードか。しかしこの位置は第1コーナーで不利だ。でも位置しかない。アデバルブレーキが肝心なところで。おーと、さすがにインベタで回る相手の方が有利。これでポジション交代、2番手に落ちてしまう。でもまだ勝負は2周あります。絶対必ずチャンス。早いこいつ。今日はインプ最速王決定戦当日ですけども、ですね、集合場所のエイツグバにやってきたんですけども、1位になることはできませんでした。こういう悲しい結果で終わりですね。いいところまで行っていただけに残念ですが、あと一歩届きませんでしたね。残念。そしてゴールに到達。お疲れ様でした。てなわけで無事に10周にわたるレースが終了。予選と同じく私は2番手でした。そこはですね、今回は参加型レースでの様子をお届けしました。やはり認定ドライバーともなれば早いですね。食いつけていけただけよしとしますか。ところで同じ認定ドライバーの加藤さんは何をしていたのかな。